どんどんどん、ドンキ、ドンキホーテ、なんでも、激安ジャングル、ジャングルだ。ミラクルショッピングドンキホーテのテーマという歌でした。はい、どうもラグチャンネルです。ということで今回はこちら、でーん、ドンキホーテで購入しましたメスティン3点セットをこちらをご紹介したいと思います。はい、こちらドンキホーテで1580円で販売されておりました。メスティン本体と燃料ストーブと防風スクリーンの3点セットって感じですね。3つ入ってますんで結構ずっしり重いんですよ。いつもよく見かけるメーカーだったらまあ全然流してもよかったんだけど、作ってる会社がなんて読むんだろう、富士商株式会社っていうところで、まあ全然聞いたことなかったんで、まあどんなもんかなと思って買ってみました。ということで今回はねこちらを開けてみたいと思います。本当に今ドンキホーテ行くとね、キャンプ道具めちゃめちゃ売ってて、もうめっちゃ楽しいっすよね。ほい、はい、ということでメスティン本体と、お、まとめて入ってるんだ。これがはい、まあウィンドスクリーンと、こっちがはいポケットストーブですね。はい、まあいつも通り青いテープがめちゃめちゃ貼ってるやつですね。これ剥がすのめんどいんだよね。よし、はい、ということでメスティンとポケットストーブ、ウィンドスクリーンの3点セットになりますね。はい、じゃあメスティンの方から見ていきましょう。はい、まず外観としては、うん、全然問題なくツルツルしてすごい綺麗ですね。はい、うん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 。お、ここ後から見ますか。ハンドルの方なんですけど、ハンドルの方は100均と同じような感じで、ゴムのチューブが巻かれているような感じになってますね。うん、くるくる回っちゃう感じではあります。はい。で、ハンドルの渋みは、ちょっと緩め。ほい。はい、ガラパゴス開き。蓋の方はですね、うん。ちょっと軽めですけど、おぉ。落っこちはしないですね。はい。うん、いい感じです。はい。で、内側の方はこんな感じで、まあ、特にいいことないですね。ツルツルピカピカしてて綺麗な感じです。はい。リベットの方は、3つついております。はい。そんな感じです。トランギアの方と比べますと、はい。こんな感じで、サイズはほとんど、うん、同じようですね。はい。蓋を重ねると、あー、ギリギリ入んないんで、若干ですけども大きいみたいですね。まあ、ということでメスティンに関してはトランギアとまあほとんど一緒ですね。はい、同じようなものが入っております。で、次にポケットストーブの方なんですけども、こんな感じのまあ普通のポケットストーブですね。こちらは私が Amazon で買った500円くらいのポケットストーブなんですけども、ちょっと比較するものがこれしかないんですが、まあそれとほとんど一緒ですね。内側とかも、うん、普通のポケットストーブですね。特に言うことありませんね。はい、じゃあ次にウィンドスクリーンの方を見ていきましょう。はい、こんな感じの 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9枚綴りのウィンドスクリーンですね。はい、で、こちらは長いタイプじゃなくて、ちょっと短いタイプでメスティンに入るタイプのウィンドスクリーンになっております。はい。まあこれもよく見る感じと変わらないですね。特にどこか悪いっていうところは、見た感じは見受けられませんと。地面に固定するピンもしっかりありますね。はい。ひっくり返してピンが抜けちゃうとかそういうところは特にないですね。はい、そんな感じです。で、これらはまあ最初に入ってきた通りですけども、メスティンの中に、しまうことができるよっていう感じですね。はい、こんな感じ。まだメスティンとかポケットストーブ持ってない方が、まあドンキでこちら見かけて、あ、買ってみようと思って買うのはもう全然おすすめできる、いいと思います。ってことで、じゃあ最後に使ってみたいと思います。メスティンで5分で炊けるお米、固形燃料なんで10分くらいでやります。
天、ドンキで買ったオイルサーディン100円。このド、ありえねえっていう、このロゴね、すごい好き。おー、油きたきた。こんな感じよ。唐辛子、粗挽きガーリック、醤油。この段階でめっちゃ美味しそうじゃない？ちょっと意味はないんですけど、ウィンドスクリーンを立てておきましょう。ちょっと雰囲気が出るね。ちょっと蒸らします。もういいでしょう。せーの、はぁ、あっつ、ほい。おー、見た目100点じゃない？これ焦げてもないし、すごいいい感じですね。いただきます。辛いあ、でも美味しいわ。うん、唐辛子よかった。食べよう。ニンニクと唐辛子めちゃめちゃ入れたんで、めちゃめちゃ元気が出る味がしますね。ご飯も程よくしっかり炊けてます。醤油はちょっと入れすぎなくらいがいいかもね。おすすめです、ぜひ。はい、ということで今回はドンキホーテで買ったメスティン3点セットのご紹介だったんですけども、いかがだったでしょうか。はい、まあ安価な金額ではあったんですけども、一つ一つしっかり見ていきましたけども、問題なかったですよね。はい、ご飯もしっかり美味しく炊けましたんで、まだメスティンとかポケットストーブ、ウィンドスクリーン持ってない方ですね、まあドンキホーテで見かけて欲しいなと思ったらですね、全然買っていいと思いますので検討してみてください。ただこのメスティンセットが特別ここがすごいっていうところもないので、まあ同じものをですね、すでに持っている人は買う必要はないかと思います。ということで今回の動画は以上になります。参考になって面白かったと思っていただけましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ということでここまでご視聴ありがとうございました。ラグチャンネルのラグさんでした。それではまた、バイバイ。はい、ということで、ラグチャンネルの2021年の動画は、これが、最後になります。はい、本当に今年も1年ありがとうございました。本当にね、見てくださる方のおかげで、楽しい1年になったかと思います。チャンネルとしましては、めちゃめちゃ飛躍したっていうこともないんですけども、ただまあコツ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 ね、成長することもできたんじゃないかなと思っております。はい、チャンネル登録者に関しましては、昨年から一応200人くらいの方には登録していただけたんですかね。はい、本当にありがとうございます。で、あとはそうですね、明確にバズった動画っていうのも作ることができたんじゃないかなと思っておりまして、まあ、1本くらいなんですけども、うん、あれはちょっと嬉しかったですね。あそこから、うん、勢いがついた感じがします。あとはそうですね、こちら、企業案件の方もね、いただくことができまして、それが本当に嬉しかったですね。はい、まさか私に企業案件が来るなんて、なんて本当に思っちゃいました。うん、ありがとうございました。で、来年もね、動画投稿も続けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ただちょっと、うん、どうなるか、わからないなって思ってる面もあって、っていうのは、ちょいちょい動画で言ってたかと思うんですけど、このチャンネルは、私の好きなアウトドアと音楽の二本柱というか、そんな感じで回していこうと思っているチャンネルでして、まあ、最近、昨年と今年はね、ウイルスの関係で、まあ、全然ね、その音楽関係のイベントが行われなかったので、うん、キャンプ道具のレビューばかり投稿していたんですけども、まあ、来年どうなるかわかりませんけども、もしイベントとか開催されて、で、なおかつ、そのね、フェスレポート動画とか投稿できるような状況であるんであれば、まあそういったね、そのアウトドアとは関係ない動画とかも出していけたらいいなって思っております。はい、なのでね、そのキャンプ道具のレビュー動画とか見て登録してくださった方には申し訳ないんですけども、まあ、そういう動画も上がっていくんじゃないかなと思いますので、その時はね、チャンネル登録解除はせずにちょっと待っていただけたら嬉しいかなって思います。はい、キャンプ道具のレビューとかもね、全然やっていきますので、目の前にあるこいつらもね、これからレビューやっていこうと思っている道具たちですので、楽しみに待っていただけたら嬉しいかなと思います。はい、ということで、本年も本当にありがとうございました。来年もですね、どうなるかいろいろね、わからないところもありますけれども、よろしく、ラグチャンネルをよろしくお願いします。はい、というところで、良いお年をっていうところなんですけども、まあ、最後にね、ちょっと恒例と言いますか、一応ね、毎年やってる、今年買った CD 紹介なんてものをやっていこうかなと思っているんですよ。はい、サクッとやっていきます。ウーバーワールド、メムリー、ウーバーワールド、サーティー、スパイア、ユニティ、マンウィザーミッション、ブレイク&クロスザワールズ、
ヤマ、ザ・ミーニング・オブ・ライフ、ウーバーワールド、アワーグラス、マキシマム・ザ・ホルモン、初めてのマキシマム・ザ・ホルモンマスク、カフ、魔法、カフ、アイスクリームで、レオナの月姫の主題歌の CD ですね。ということで、10枚。少ない。良い私は。